こんばんは、マッキーです。めっちゃお久しぶりですよね。1ヶ月ぐらいね、やってなかったかもしれませんね。いやー、でもね、皆さん待ってましたか？待ってないよね。今日はちょっと、ね、時間がね、何時？10時半。いつもならもう寝かけの時間なんですけどね。今日は会社のね、忘年会があって、なんと叙々苑大阪のね、ニューオータニにある叙々苑に、ね、焼肉食べて帰ってきたんですけど、ちょっと食べて帰ってきただけなんですけどね、ちょっとなんかロックな気分になったので、今日は皆さんご存知だと思います、ロックな女性といえばシンディーローパーですね。してはりますよね、皆さんね。シンディーローパーね、そんなにね、有名な曲しかね、知らないんですけど、どんな曲言うたら、ま、英語の発音下手くそですけど、 Time after time、Two colors で、もう一つ、何ですか、 Girls just wanna have fun、 知ってますか？ Girls just wanna have fun、 そんな感じですかね。歌えないですけどね、やっぱり好きですね、やっぱりね、こういうロックな感じで、なんか赤い帽子、多分このジャケット見たら多分皆さん知ってはるんやと思います。これね、ベスト版の、シンディ・ローパーです。ベスト版、ちょっとね、早く寝たいんでサクッと書きます。15分以内に書きます。まあ、失敗したら失敗してでいいんですよ。失敗したら失敗で。で、何？叙々苑行ってきたんですよ。まあね、会社の50周年記念でね、5年前か4年前かわからないですけど、その時も行って美味しかったんですけどね。まあね、会社で叙々苑行けるってなんか嬉しいですよね。普段その行ける場所じゃないしね。まあちょっと高級な感じがしたんで、まあ美味しかったですよね、やっぱりさすがに、ね、有名なね、焼肉屋さんやから。そうそう、シャトーブリアンとかね。シャトーブリアン今回はねなかったんですけど、でもまあ美味しかったですよ。サラダのね、何が美味しい、まあいろいろ美味しかったんですけどね、サラダのドレッシングが美味しかった。ドレッシング好きです。なんか、こんなんでいいんですかね、全然ちゃいますけどね。そうそう、で、明日は歌部、ね、前も言ったかもしれないですけど、絵の仲間のね、歌部のイベントで、冬の陣、大阪冬の陣。そうそう、まあ大河ドラマでもね、大阪の陣の頃ですよね、の冬の陣と名付けた私ですけど、まあカラオケボックスでみんなで歌うんですけどね、そんなイベントがあるんですよね。まあそれがまあ楽しみですわ、一番のね。そう、やっぱりね、歌は好きですよね。歌うの、聞くのも好きですけどね。まあ聞くのと歌うのとまた別ですよね。こんな歌でもちょっと顎が出すぎですよね。もうちょっとハイライト白、丸い感じですよね、もうちょっと。ほんで、何？そうそう、明日は歌う、夕方から4時からあるんですけれども、いつもね、あ、前の時は結構なんかね、17、8人だったんですけど、今回は7名ぐらいで、かなりコンパクトな感じでね、やる感じですけど、まあそれはそれでね、楽しめると思いますよ。ね、いっぱい歌えるしね。そうそう、
それからちょっとゲームしたり、ね、いろいろイベントスペシャル企画っていうのね作って、あ、早く書こう早く書こう。さ、もうすぐでき全然いいんですけど、はい、集中しますよ。まあ、久しぶりやからね、まあ、うまく書けなくてもいいや。あ、っていうか、うまく書こうとしたらダメなんです。で、この間のセッション、木村先生とのセッションで、そんな話をしたので、まあ、早く書くことだけに集中します。あ、ちょっと茶色が欲しい。茶色だそう。茶色。こんなんでいいんですよね、 A っていうのは。かっこよく書こうとするのはね、間違いない、そもそもかっこ悪いもの、かっこ悪いんですよ。早くことに、早く書くことに命をかける、さっと瞬間芸って先生に言われましたけどね、江野先生に。マッキーさんは瞬間芸です。瞬間に書きます。あ、消えた。瞬間がいいんですよ。どっちか言ったらね、短距離型なんで、マラソンより50メーター走の方が好きなんですけど、うん、シンディローパーになってきました。なってきましたよね。いいかな、こんなんでいいんですか。上目遣いですよね、これ。うん、いや、ちょっと可愛いやん。ちょっと可愛いよね。誰も思ってない。ちょっとこの辺ぼかしとこうかなって感じですよね。もう変化しています。これちっちゃいですよ。あ、ちょっとぼかされ。この辺。この辺。何がねえかわからないです。この辺ちょっともうちょっと影。あ、早く書く。15分で書けるかな。こんな言ってられる。こんな言ってられん。そうそう。ああ。明日は楽しみやね。歌う。うん。うん。ちょっと衣装もね、いろいろ考えてまして。着替える場所も作って面白くなると思います、うん、元スクールメイツの方もねいらっしゃるので、ダンスコーナーもあるんですよ、うん、もう今年もね終わりですよね。まあ今年も終わりで、おしゃべんはまだね、今年中には何回かやりたいと思ってます。楽しみにしていてくださいなんて言いながら頑張るわ。またそうそう、来年もねちょっと計画があって、イベント的なのねこともやろうと、イベントっちゅうかなんか展示する計画もあるんで、またね近づいてきたら発表しようかなって思ってます。なんかね、もういまいちだね、適当すぎて誰って感じだね。うん、まあいいか、久しぶりやし、こんなこの辺にしといこうかみたいな。この辺影、まあ、いや、こいこいかな、こいかな、シュシュー。で、この辺も影やね。筆がパシパシすぎて、パシパシラインですけど、これはこれで面白みがあるん
じゃないですか。いいかな、もうこれで。バック。よし。青にしよう。青。なんか色やね、この青。最近ちょっとね、ターナー、絵の具のターナーのアクリルワッシュで、ジャパネスクカラーっていうのがあってね、ごめん、塗ろうかな。塗ってみよう。失敗してもいい。ジャパネスクカラーっていうのがあって、これね、結構中間色で、いい色なんですよね。うん。こんなとこ青塗っていいかな。ではもっとハイライト。シンディ。だからなかなかチューブのままね出してるんですけど、チューブのままってか色を混ぜないでねそのまま使ってるガッシュでもね、なんかいいでしょ、いい色。あ、もう15分経ったのかな。あ、終わろう。終わろう。重たいし。重たい。うん。ちょっとこの辺、影入れたい。うん。ちょっと丸すぎた？顔。大丈夫かな？この辺ちょっと。うん。ちゃうね。ちゃうけど、まあいいわ。瞬間的に描いた方がいいって、瞬間芸。丸い。あ、黄色もちょっと使いたい。違う黄色使おう。サクッとね描きますよ、黄色。うん。この黄色もいいわね。普通のね、普通のアクリル絵の具やったら黄色って全然ね乗らないんですよね、色。色、白とか混ぜないと。でもガッシュは違いますね。乗りますね。光、この辺に光を入れよう。帽子の光。シュッ。シュッ。あ、でも、この辺なんか帽子やねんけど。丸く、あ、赤塗ろうか。赤塗りますよ。ちょっと、ここも、こうか。分からへんけど。うん。いいか、もうこれで。いいかな。まあ、クオリティ的には、もう一つやけど、久しぶりなんで。いいことにしましょうかね。ちょっとでも鼻が丸いのが気になるね。した方がいいね。うん、これでいいか。あとなんか上に文字あるんで、それ書いとこう。うん、難しい。増える。あんまりきっちり書かない。難しいね、文字。うん。黄色。負けだ。うん、なんか赤と白のコントラストはいいよね。そうそう。明日もね、ブタブタで、その次もね、アートの集まりがあって、その後また忘年会やってね、3連チャンなんですよね、私。生き残りゲームみたいな。生き残りちゃおう。で、仕事も忙しくて、月曜日もちょっと頑張らなあかんなんですけど、まあ、とりあえず睡眠はね、取った方がいいから、早く寝ようかなって。あ、めっちゃぐちゃぐちゃなってきてる。これでいいか。できました。ありがとうございます。では、おやすみなさい。